NATO 外連キルヒエン航空基地は、ドイツ連邦共和国のルトラインベストファーレン州外連キルヒエンに所在する軍用飛行場。北、大西洋条約機構のもとで運用される、ボーイング E-3 早期警戒管制機の主要作戦基地に指定され、NATO 早期警戒管制任務部隊が置かれている。NATO 外連キルヒエン航空基地は、 ドイツ連邦共和国外連キルヒエン氏の西約6キロメートルのテベレン村の近くにある。620ヘクタールの敷地面積を有し、地元住民からはテベレン飛行場としても知られている。飛行場西側はオランダ王国との国境に近接している。飛行場は森林保全地域と工作地の囲まれた区域に第二次世界大戦後イギリス空軍によって飛行場は 解説される。1953年から1968年まで、中毒イギリス空軍は、迎撃機及び、全天候型洋撃機を配備した。最終的に、音速マッハ2を出す、イングリッシュエレクトリックライトニング戦闘機が配備され、1968年1月に、外連キルヒエンから撤収する。1968年3月、飛行場は、 ドイツ連邦空軍に移管される。同年8月に、ドイツ連邦空軍は、パーシング弾道ミサイルを装備する、第2位ミサイル航空団を配置し、アメリカ合衆国陸軍は支援のために、第85野戦砲兵分検隊を配置した。北、大西洋条約機構による決定により、NATO 早期警戒管制任務部隊の編成準備を開始する。 E-3A 早期警戒管制機の運用を可能とするため、1980年に専用格納庫や支援設備などの大規模な改修工事が施された。1980年1月、最初の E-3A 部隊の要員が到着する。1980年10月に、NATO 防衛計画委員会は E-3A 部隊に多国籍軍司令部の地位を与える。 1981年末までに、ドイツ軍ミサイル部隊は飛行場から、外連キルヒエン北部にある、ニーダーハイトに移駐する。アメリカ合衆国陸軍第85、野戦砲兵分検隊は1991年7月の、解体まで飛行場に残った。E-3A 部隊の飛行任務は、最初の E-3A 早期警戒艦正機の、引き渡し後、 1982年2月から早期警戒任務を開始する。1982年3月31日にドイツ連邦共和国は正式に NATO へ飛行場管理運用権を移管する。E-3A 部隊は1982年6月29日に正式運用され、1998年末頃には完全作戦能力を獲得する。 飛行場の工事は当初重要である滑走路は新規の長さ3キロメートル級幅4 5ルの現代標準化工事から進められた。その後新しい格納庫、エプロン、誘導路及び管制塔が建設され情報技術部と宿泊設備が新造された。既存の4つあった格納庫も合わせて大規模な改修工事が施された。一方、 建屋は、現代標準化の改修工事が施され、他にも少数の設備が新築される。E-3A 部隊は NATO が保有する唯一の常設部隊であり、独自の歴史を持ち、その形態は多国籍に及んでいる。部隊指揮官の地位は、アメリカ合衆国空軍、またはドイツ連邦空軍の准将が着任した。E-3A 部隊には5つの機能域がある。 作戦団、広報支援団、基地支援団、訓練団、情報技術団に加えて参謀部で構成される。各団長には特定の NATO 加盟国の大佐によって統制されている。この多国籍部隊の辞任は NATO 加盟16カ国から合わせて3000人以上の軍人と文民職員が含まれる。また、所属している軍人と文民職員は支援機能に含まれ、 ドイツ連邦軍の連邦軍業務センターの要員や国立補助部門及び社会ケア施設などともに各種任務にあたる。17機の E-3A 早期警戒管制機と3機の教育用 E-3 アンペア輸送機はすべてボーイング707のエンジンに換装している。NATO 早期警戒計画に基づきルクセンブルクは分担のために20機の航空機すべてが ルクセンブルク席に登録されている。1980年代に地上設備と機体及び搭載システムは定期的に近代化された。1990年代初めには2つの近代化計画が実行された。最終的に実行された中期近代化計画は2008年12月に完成する。広報システムの近代化が含まれる。 計画のもとで、17機の E-3A 装機、警戒機と2機の訓練用 E-3 アンペア輸送機は、デジタル通信システム、5つのオペレーターブラケットが、追加され、その他コンソールなどが換装される。この近代化のおかげで、NATO の任務遂行に、重要な役割を果たした。E-3A 部隊には、NATO 加盟28カ国のうち14カ国が、 参加している。ベルギー、デンマーク、ドイツ、ギリシャ、イタリア、カナダ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、トルコ、ハンガリー及びアメリカ合衆国が参加し、航空機搭乗員は訓練隊にて共同で訓練を受ける。通常、一定数の E-3A 装置警戒機とドかマシン部分は外連キルヒエン飛行場に置かれ、残りは 前方展開拠点が置かれた飛行場に分散配置する。この前方展開拠点は、ギリシャのアクシオン、イタリアのトラーパニ、トルコのコンヤ、ノルウェーのオーランドに置かれている。前方展開拠点は、例外なくそれぞれの受け入れ国の飛行場が利用され、約30人程度の兵士や民間人従業員ごとに各地で展開している。これらの要因は、 それぞれ受け入国が提供している。外連キルヒエン航空基地に勤務する3000人以上の職員はドイツとオランダの周辺地域経済に貢献している。外連キルヒエン航空基地の経済効果の調査について E-3A 部隊によって実行された研究によって次のような結果が判明した。2008年には周辺自治体に年間275 800万ユーロが還流した。飛行場に雇用される人々の報酬、給料の金額は150、700万ユーロ。飛行場使用に伴う費用81、300万ユーロ。周辺の町村で間接的に創出された仕事で43、800万ユーロ。地域レベルでは2007までに10、700万ユーロの増加であった。 すべての経済効果は2008年で447、300万ユーロに達した。増加分のうち2007年の22、800万ユーロが一致した。ドイツ・オランダ国境の両側には航空基地に対する住民の取り組みがある。これらは原則的に基地の存在に対してでなく運用機体が発する騒音についてである。 E-3A 早期警戒管制機に搭載されているトゥカエンジンは1950年代半ばに開発されたもので騒音が大きい。したがって外連キルヒエン飛行場へ向かう飛行経路下にある街ではピーク時に100デシベルを測定している。これ以外に旧式エンジンは最新型エンジンと比較して排気ガスを大量に放出する。 旧式エンジンを搭載した機体の着陸については、発生する騒音と排気ガスを、西欧各国空港に対応した、ボーイング707旅客機の民間バージョンを搭載することを求めた。より近代的なエンジンの搭載が可能となるが、NATO は、高額な経費のためこれを拒絶する。その代わりに、外連キルヒエン周辺の経済効果を激減させることが、 確定的な東ヨーロッパへの移転案を提出する。NATO 側は加盟国でも東側にあるポーランド、またはルーマニアに部隊を移転させることを検討する。1999年1月にアメリカ合衆国軍ワシントン州兵所属の空中給油機がドゥルシュタルトベルズ付近にて離陸直後に墜落する。搭載していた航空燃料10.000リットルは燃え、 上院4名全員が死亡した。事故は、環境保護者と空軍との間で1年に及ぶ、論争を招く。滑走道端の樹木の伐採が、事故原因ではないかと疑われた。しかし、数ヶ月の試験結果により事故原因は、尾翼の制御に、技術的ミスが起きたことにより墜落したと結論づけた。6ヶ月後に、この結果が判明するまで、 同型、約200機の空中級雪が、飛行禁止となった。エコノミック・インパクト・スタディ2008、ナトウエアーベース外連キション、ファイナル・コンプリヘンシブ・スタディ、ファイナル・レポート・メイ2009、ページ179、ランドラムブラウン、メスター・グレベ・アソシエーツ、ザ・ MPD グループ。ありがとうございます。